長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですあの前回の放送が結構 <laughs> 衝撃だったというコメントが結構いただきましていやーとはいえ理論上はわかるけどラッパのみよくないだろうみたいな あのー <laughs> ことを散々言われて汚いだろとか言われたんですけどいやその通りだと僕も思いますよ思うんですけどこれ病院の先生に言われたからって言ってるだけの話ですからね信じなくても大丈夫ですよ大丈夫なんですけどただ過保護とか無菌状態っていうのがあの人間にとって全然良くないっていうことはもう間違いなくて僕の姉が奈良県の吉野郡というところで働いてるんですねで奈良の吉野ってまあ皆さんご存知の通り吉野杉杉のもう超産地なんですね もう奈良の吉野に行くと杉しか生えてないぐらいでちなみに奈良の吉野軍に花粉症の人ってほぼいないんですってはあそうなんだっていうふうに聞いて結局そういうふうなもんなんのかもしれないですね人間の体ってある程度抵抗力を増してすごく対応するっていうのは聞いたことあるんですけど、うん、まあ生まれた頃からもう杉の花粉まみれで育っている人って花粉症なんかそもそもならないみたいでね うんだから風になりたくないんであれば小さい頃から風邪の菌まみれになるっていう方がひょっとしたらいいのかもしれないですけれどもね。さあ、えー、まあですね、えー、ちょっと雑談は置いとくとして今日はこちら、はい、気になったたとととこだけエキセントリックいいいう話をしたいと思いますあのこれ僕の「本気論」のコラムでも昔書いたことあるんで。 あ長谷川この話題かって懐かしいなっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど僕日本人の全体的な傾向というかアメリカニューヨークに行った時にこれ気づいたんですけど日本人とは特にニューヨークアメリカ人って性質がめちゃめちゃに違ってニューヨークって汚いんですよ本当にニューヨーヨクって街中にすごいゴミとか油の。 なんかもう流れてるようなのがあったりとか道路ボコボコだし行ってみてくださいえって若干引くぐらい汚いんですよ日本めっちゃ綺麗じゃないですかすごい素敵じゃないですか最高って思うんですけどじゃあ日本人アメリカ人ほど笑ってんのかっつったら正直アメリカ人の方がケラケラ笑ってるんですよね。 アメリカ人の方ががんか大枠ちゃんとしてそうなイメージがあってそれは家族をすごく大切にするっていうところからもできてるんですけれどもアメリカ人って家族超大事なんですね残業なんか絶対しないですしあの子どもたちとの時間めちゃくちゃ大事にしますし日本人子どもたち大切なことを分かってんのに残業始まったらそっちにばっかりキャーッと頭いって子どもらとの時間が取れませんでしたみたいなことを言ってる人いるじゃないですか。 日本って細かいところちょっとすごく気にするところがあってこここここっっってて気気にになったらそすするるいうところがあるんですよこれね、あのー、日本の国会の状況とか見ていただいてもすごくわかるんですけど世界,中の世界中の国会でね労働時間の残業時間がどのようなので働き方改革とかね児童のね保育園に子どもたちがなかなか入れませんよとかね待機児童がとか。 そんなこと言ってる国会議事堂、国の政府機関って世界中でマジで一カ国もないわけですよ。もっと大きなところを選べようって、もっと大きなところを考えるのが国会なのに、めちゃめちゃピンポイントをすごく気にするんですね。で、はって言ってるうちに、今1100兆を超えた借金は置いてるんですよ。合計特殊収支資料率1.5を切ってる少子化は置いとくんですよ。 でも保育園に人が入れないとか言ってるんですよ保育園と少子化って全然関係ないですからねまたいつかしゃべりますけれど例えばこれ見てほしいんですけれどあのー、もうすごいですよねはいこれ社会保障給付費ですね社会保障給付費の、まあ、グ,ラグラフなんですけどもう天文学的に増えてると分かりますよねもうこれ終わってますよね無理ですよね誰がどう見てもいや無理やりつなげられますよ無理やりやろうと思ったらできるんですよただ若者たちから搾取するだけ搾取してるんで あの若者たちとか現役世代がもうゲロ吐いて死にますよっていうだけの話であのこんなのもうグラフ見ればわかるでしょ持たないんですよ絶対にでもこの話しないんですよ。この話しないで憲法9条の文言がこっちの方がいいんじゃないのあっちの方がいいんじゃないのみたいなこと言ってるんですけど日本の今一番大きな問題って社会保障給付費どうにかした方がよくねっていう話じゃないですかね。 だってこれで取られすぎて若者がお金なくなってみんな若者がお金ないからって結婚できなくてお金ないからって言って子供を産めないんですよ。これなんとかした方がよくないですか ?117 兆円なんですけど。117兆円ですよ。日本の国会は100兆ですよ。日本の国会予算って100兆ですよ。意味わかんないですよね。これね特別会計っていうのがあるんです。国会予算っていうのは国会議員が自由に使えるお金のことなんですね。これたい100兆ぐらいなんですよ。借金合わせて。 でも特別会計っていう各省庁の厚生省とか国土交通省とか各省庁のお小遣いみたいな財布があるんですね。これが120兆ぐらいあるんです。日本国民ってそもそも年間220兆ぐらい取られてるんです。そのうちの自由に使えるのが100兆だから国家予算100兆って言ってるんですけど、そもそも特別会計加えて日本の国家予算っていうのは年間220兆弱ぐらいなんです。大体いい。220兆のうちの117兆社会保障給付費ですよ。年金。 医療費それから生活保護これね年金っていつできたと思います皆さんはい今 YouTube をご覧になっている皆さんお答えいただきたいんです国民年金のシステムができたのは国民健康保険のシステムができたのは同い年にできてるんですけどいつでしょうはいちゃっちゃカッチッ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 正解は 1> 1年、昭和26年でです。す。戦後6年後年年、にできてます昭和26年国民年金というシステムと国民健康保険という今もなぜか続いているこのシステムができた時日本人の平均年齢は男性60歳です女性67歳か68歳です国民年金っていうシステムができた時60歳以上の人には年金を出しましょうと。 平均年齢60歳です男性のそのシステムが今持つわけないでしょう女性の平均年齢88歳超えてんですよ無理に決まってんじゃないですか40年遅いですよ直すの3 4 0年遅いですよ全部変えなきゃいけないんです僕たち日本維新の会はこれをグレートリセットと呼んでます全部根っこから変えろと日本維新の会は今の年金のシステムタン方式といって 若者たち現役世代から搾取して老人にばらまくというのは持たないのに決まってんだから積み立て方式と言われる世界的にもよく使われている若いうちから自分たちが積み上げて積み上がったお金が100万円あるんだったらその100万円をもらいなさいよっていう積み立て方式にしなさいよっていうのをずっっと言てて法案も出してますもう自民も民主も頭クルクルパーなのか何なのか知らないですけど全然これ通さないの。 まず通せこれ。年金持つわけないでしょ。昭和26年のこのシステムが今持つはずないじゃないですか。それで彼バカスかバカスか取られてお金がなさすぎるんですって言って若者結婚できないんですよ。平均年収420万ですみたいな。結婚できるわけないでしょそんなもん。結婚の前にそもそも子供なんか全然生まれ、めないですよ。日本の根幹は社会保障給付費をちゃんと変えなきゃいけないんです。医療費のしてもそう。風邪薬は本来出しちゃいけない。 でも年金ご覧のようにむちゃむちゃ年金がかさんでんだから年金のシステム、カンプ方式は無理です。平均年齢が60歳男性の時に60歳以上にお金を上げてたというシステムは今男性の平均年齢は82歳になろうとしてます。無理です、そんなの。若者たちがかわいそうです。持つわけないんだから。世界でカンタルン。 国民買い保険みたいな世界で簡たる年金システムがいや僕別にアメリカ行ってましたけど誰もリスペクトしてなかったんですけどバカじゃねえの時し言われなかったですよ日本共産主義国家かって言われてましたけどえどこの誰が日本のこのアホみたいなこの年金システムと国民健康保険のシステムリスペクトしてんですか僕2年半アメリカ住んでましたけど1回も言われたことないですよ。え共産主義国家っつって割とあのちょっと面白がられたことはありましたけど。 このシステム持たないですよでかいととこなんとかしなきゃ気になった細かいところばっかりものすごい日本人は必死になってキャーって言うんですけれども220兆円の国民から搾取しているお金の117兆円が社会保障給付費なんだからまず社会保障給付費の抜本的な改革からやんなきゃいけないでしょっていう日本維新の会の言ってることってなんか間違ってますかね普通のこととしか言ってないと思うんですよ この年金システムを変えなきゃいけないって言ってるのは維新だけです常識的に正常なことを考えて正常なことを言ってるの僕維新だけだと思ってます他の生徒もお願いだからこの状況をねちゃんと分かってほしいななんていうふうに思うんですけれど皆さんもう一度言いますけれども年金ができたの国民健康保険のシステムできたのいつか知ってました知ってたらおかしいのはわかりませんか 長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに